ヨシックさん、お世話になります。今回も動画ありがとうございます。いやー、これね、まとめサイトに入れていただくのは非常に嬉しいですよね。そのまとめサイトが、例えば、どんなに小さなものでも自分に関心をしていただいてね、えー、で、まあ取り扱っていただくっていうのは一つの励みになると思いますし、それが、まあましてやね、この株で有名なまとめサイトになっていくとなると、やっぱりね、感動もとし様ですね。本当に励まされますよね。ということで,ですね、これを指を加えて見ているだけではないんですよ。YouTube の皆様。 YouTube 部の皆様 YouTube 部になっちゃいますけどもあのね実はね人のサイト人の動画をまとめてサイトを運営するっていうのもアクセス集めるいい手段なんですよね。で自分でコンテンツ作る必要がないんで楽なんですよ。 まですので、例えば、即可塾の YouTuber さんの動画を集めて <laughs>、それをコンテンツ化する、サイト化するっていうのもあると思いますし、今回はだから FX とか株のね、そういった取引のまとめサイトだと思いますけども、そういったものもね、やっぱり育っていけるんですよ。ですから、自分で発信することがなかったら、発信して一生懸命やられてる方のをまとめて、そのサイト、まとめサイトをアクセスアップにするっていう手段もありますよね。昔からまとめサイトってありますからね。まあ、何にしてもね、今回、F6 さんの動画がこういうふうに、 あの有名ななサイトにに取り上げられてるのねね私もままましし羨ましいいい、ね、いと思す本当でも私もね自分の動画とかをまとめサイトに結構撮られてたこととかあってですね今でもあそうされてるんだと思いますけどもまあ探すことはないんでどっかにあるんだろうなぐらい思ってますけどもやっぱりねあのしっかりやってると何か評価されるものがあると当然ですけども評価されるわけですようんで最初はね楽しみで YouTube やるのはいいんですけども最終的には私は あの皆さんのやってる YouTube っていうのがあ誰かに喜ばれてそこに人が集まってできればお金も集まってって形になっていただくのをねやっぱり望んでおりますんでヨシックスさんのこのサイトまとめサイトね、えー、参考にしていただければと思います本当にヨシックスさんのサイトは声もすごくいいですしねで聞きやすいそれから画面もいつも綺麗なんですよで私と同じようにバンディカムで <laughs> 撮ってるところもね、またユニークだなと思います。必ずしも有料のものを使わないといけないってことじゃないんですよ。もう持っといたらね、私は有料のものを全く使わずにここまで来てますんで、えー、まあ、有料のものを使ってもいいんですけども、ツールを買ってもいいんですけども、道具を買ってもいいんですけども、別なくても内容が良ければ、きちんとユーザーさんには伝わるよってことですよね。はい。それを、えー、今回、ヨシックスさんも証明してくださったのかなというところでございます。えー、またね、ご連絡いただければ幸いでございます。ヨシックスさん、ありがとうございます。皆さん、頑張ってください。